そろ宣教の港へようこそ。このお話はマーと呼ばれた宣教師メリー・スレッサの物語です。ある日の午後、突然州長ウンジリと部下たちがエケンゲの村に入ってきて、酒を飲み互いに殺し合いを始めました。マーさん、どうしよう、村人も殺されるかもしれない。少し様子を見ていましたが、マーはウンジリの腕をつかみ、すぐに家に帰りなさい、殺されたいのか。小さいマーはウンジリをにらみ、彼の腕をつかみ離しません。するとウンジリたちはその手を振り払い、村を出て行きました。マーは彼らが本当に村から出て行ったのか後を追いかけていきました。すると突然彼らがしゃがみ込みました。うわ、呪いの魔術だ。そこには折られたバナナの木と木の実とココナッツの殻が置いてありました。こんなの何の力もないわ。近くの村のやつがやったんだ、皆殺しにしてやる。彼らはすごい勢いで村へ走っていきました。マーは近道をして村の入り口に立ちはだかりました。呪いはこの村の人ではありません、帰りなさい。ウンジリはしぶしぶ元の道に戻りました。しかしあの呪いの魔術があるところでウンジリはまた動けなくなりました。マーはこんなものと呪いの魔術の道具を蹴飛ばしてバナナの木を担ぎました。ウンジリたちはマーの勇気に驚きました。勇敢な戦士たち、自分の村に帰りなさい。私はこのバナナをもらって家に帰ります。乱暴なウンジリは小さなマーの言うことを聞いて帰りました。ところがウンジリの村人がやってきて、ウンジリが病気になり呪いのせいだと戦争の準備をしています。まあこの間のバナナの木をください、それで呪いが解けるかもしれません。いいわ、こんなものは何の力もないけど時間稼ぎをしましょう。エドム州長、祈りましょう。神様、どうしたらよいですか、助けてください。ウンジリの病気は治るのでしょうか。この続きはまた次回宣教の港で。よっそろー。御言葉の蔵。なぜなら予言は決して人間の意志によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。第二ペテロ1章21節。言葉の意味。予言とは神様が預言者に預けた言葉ということ。人間の意思によってもたらされたものではなく、とは人が勝手に語った言葉ではなくということ。聖霊に動かされた人々とは聖霊から力をいただいた人たちということ。神からの言葉を語ったとは神様の言葉を命じられた通りに語ったということ。つまり神様が預言者に預けた言葉は人が勝手に語ったのではなく、聖霊から力をいただいた人々が神様に命じられた通りに語った言葉ですということ。第2ペテロ1章21節。お話の家にようこそ。聖書は神様の言葉です。でも不思議じゃないですか、神様の言葉って言っても
人間が書いた言葉ですよね。どうしてそれを神様の言葉っていうのでしょうか。今日はそのことを一緒に学んでいきましょう。今日のお話は聖書、聖霊の力によって語られた言葉の巻。聖書は預言者という方を通して書かれています。でその人はどんな人たちかっていうと、ある場合は王様だったり、また漁師だったり、羊飼いだったり、酒税人だったり、お医者さんだったり、いろんな職業の人たちがいるんです。約40人ぐらいの人たちがこの聖書っていうのを書いたんです。そしてなんと1600年もかけて書いたっていうんです。すごいですね。でもよく考えてください。1600年、一番最初に聖書を書いたのは誰か。これはモーセさんです。モーセさんがだいたい紀元前1500年ぐらいの時に書いたんです。ところが最初の創世記を見ると、この世界を神様がどうやって作ったかって書かれているんです。まだモーセさんも生まれていません。そして人間もできてない時です。どうやって書けるんでしょうか。それは神様がこのように書くんだよって教えられたからです。でもそれはね、この口で言って神様がはい書きなさいって、はい私はこうですこうですっていう風な形で書いたんじゃなくって、この多分ビデオみたいなこう映像で預言者って言われる人たちが見てるんですね。そしてその見てるのを、あこういうことだなっていうのを自分の言葉と能力を使って書くんです。そしてそれを書くときに間違いが起こらないように聖霊なる神様が助けて書くんですよっていうふうにも言っています。さてそうやって聖書っていうのは書かれてるんですね。この預言者っていうよっていうのは預かるっていう言葉です。預かる、つまり神様の言葉を預かって語る人が預言者です。だから天気予報の世の預言者とは違うんです。天気予報の世の預言者は多分こんなことが起こりますよっていうふうな預言者ですよね。ところが聖書の預言者は神様の言われることを、ね、教えてもらってそれを書く、神様の言葉を預かって書くわけです。そして聖書の中にはたくさん預言、これから未来どんなことが起こりますよっていうことも書かれてるんです。でも神様は現在も過去も未来も全部知ってるから、神様がこうなりますよって言ったら当然そうなりますよね。ですから 100% 当たってるんです。こうなります、ああなります、 100% 当たらないと神様の言葉とは言えません。だから言い方を変えると、もし 1% でも間違いがあったらそれは神様の言葉と言えなくなってくるんですね。では聖書を開きましょう。申命記18章18節19節、私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなた方のような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。ここに書いてるように神様が言葉を与えるって言われてるんです。だから預言者が書いた言葉、また喋ったことは神様の言葉となるんですね。そして続けてこう書いてます。19節、私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わない者があれば、私が彼に責任を問う。つまり神様の言葉が正しく語られたのに、それを聞いた人たちが従わないなら、その責任は聞いた人たちにあるんですよということです。だからね、神様の言葉って恐れ多いんですよ。預言者は神様からの言葉をしっかり聞いて、それを人々に語る責任があるんですね。そして20節にはこういう言葉があります。ただし私が告げようと命じていないことを、不孫にも私の名によって告げたり、
あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。おお、なんかすごいこと書いてますよね。これはどういうことかっていうと、預言者、私は神様から言葉預かってますよって言いながら、自分の言葉、神様じゃなくて自分の言葉を言ってるとします。すると神様はこの人は偽預言者だっていうことで命を取るっていうんです。殺されるということです。つまり神様の言葉を預かる預言者はすごい責任を負ってるんです。そして神様の言葉を正確に語らなきゃいけない。もし嘘を語ったら、自分で勝手に言って神様だよって言ってやったら、自分の命も失うことになってしまう。そういうことですね。はい。でもう一つ、預言者は大切なことがあるんです。つまり神様の言葉を語るんですけど、人々が聞きたくない言葉も語らなきゃいけませんね。神様は多くの場合は人々に注意したり、間違いを指摘して警告して罰を与えるよ、だから戻りなさい、正しいことしなさいっていうようなメッセージが多いんです。するとどうですか、あなたもお父さんお母さんから注意されたり、これ直しなさい、こうやっちゃダメだよとかって言われたら、あ、うるさい、聞きたくないと思ってしまいますよね。それと同じで、神様が人々に語っている言葉、聞きたくない私たちはって言って、なんとどうするかっていうと、預言者がいるから悪いんだって言って、預言者をいじめたり捕まえたり、ある時は殺したりしたりするんですね。でもあなたや私も聖書持ってますよね。聖書、神様からの言葉聞いてますよね。このことをあなたは周りの人たちに伝える責任があります。なぜかというと、あなたも神様からの言葉を預かった人からです。その聖書を持っている人は神様の言葉を他の人たちに教えてあげないといけませんね。でも教えることは、もしかしたら彼らは聞きたくないと言って、あなたともう友達じゃないと言われてしまったり、意地悪をされたり、迫害なんてことがあるかもしれません。でももしあなたが伝えなければ、彼らはイエス様を信じることができなくなってしまうんですね。神様のメッセージは、神様は人を愛してますよ、あなたを愛してますよ、でもあなたには罪があります、そのままでは死んだ後罰を受けなきゃいけませんよ、でも神様はあなたのためにイエス様という素晴らしい救い主を与えてくださいました、イエス様はあなたの罪の罰を全部受けて十字架にかかって死んでくださり、また3日目に生き返ってくださいました。誰でもこのイエス様を私の救い主と信じたら、天国に行ける永遠の命がもらえるんですよ。これが神様から人々に伝えたいメッセージですね。でも多くの人に、あなたキリスト教なの、神様そんなの信じてるの、なんて言われたりすると言うのが怖くなるかもしれませんね。でも神様はあなたにもこの素晴らしい神様の言葉を伝えてほしいと願っています。あなたはどうしますか。預言者たちのように、いろんな嫌がらせされても迫害されても、私はイエス様の言葉、神様の言葉を伝えたいと思いますか。ぜひ伝えるようになりましょう。神様は必要なことを全部与えてくださいます。ではお祈りします。天の神様、神様本当にありがとうございます。あなたが私たちに聖書を与えてくださいました。預言者は神様の言葉をしっかり書いて聖書が与えられました。私たちは今聖書という言葉を預かっています。どうかまだイエス様のことを知らない、救いが何なのかわからない、そういう人々に、私たちが神様の預言者として神様の言葉を語っていくことができるように助けてください。怖いです、勇気はないです、力もないし、なんて言っていいかも分かりません。でも神様は私たち一人一人に力を与え、勇気を与え、知恵を与え、言葉も与えてくださいます。どうか私を神様の預言者として用いてください。私の友達や家族が救われるために、
私を使ってください。あなたがそうしてくださることを信じます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、あなたもお祈りしましたね。今度お会いする時まで神様の預言者として何人に語ることができたかな。なんかそういうの考えたら楽しみになってきました。今日の指令書、一つ、本物の預言者と偽物の預言者を見分ける方法は何かな。一つ、人々が聞きたくない神様の言葉をあなたは人々に語れるかな。神様の言葉についてお祈りしながら考えてみよう。はい、ではまた次のお話の家で会いましょう。ごきげんよう。なぜなら、まあ決して地によってもたらされたのではなく、人たちが神様の言葉を語ったのだからです。第2ペテロ1章21節。わかったかな。第2ペテロ1章21節。聖書の預言者の言葉がどんなものなのかわかったかな。御言葉の蔵。